皆さんこんこにちは今回はですね高校以降の数学の世界がどのように広がっていくか数学の世界地図を皆さんに書きながら紹介していきたいなというふうに思います。数数学っててししか研究いいいなないんじゃないのというふうに思っている方もいらっしゃるかもしれませんがそんなことはないです。 数学の世界っていうのは宇宙みたいに幅が広くてですねまだまだ研究されてないこともたくさんあるんですね今回はその世界のすべてを紹介できるわけじゃないし僕自身もまだ知らない世界はたくさんあるんだけれどもアバウトに紹介していけたらなというふうに思いますはじめに注意しておきたいのは 僕自身はまだ数学を勉強している過程ですしもちろんこの世界全てを知ってるわけではなくて、まあ、どちらかというと今から書くこのキャンバスのね下半分に書くような分野っていうのは僕自身もまだ全然知らないことがたくさんあります。 でそれについては、まあ、詳しく説明することはできないんですけれども、えー、その点はね僕の未熟ささとといいうことで何卒ご利用ください、まあ、逆に言えば上半分、まあ、特に左上に書こうとしている分野は割と専門に近いので、まあ、それに関してもね最先端まで知っているというわけではないんだけれども、まあ、少し詳しめになってしまう可能性があるということは何とぞご了承ください。さあそれでは始めていきましょう。 大学1年生からね習うような数学からまあ、順番にね最先端に向かって解説していこうと思いますのでよろしくお願いいたします。さて高校の数学を終えて大学に入学して理系でね大学に理系で入学する時にまず必ずと言っていいほど習う分野が2つありますそれは何かっていうと線形代数って呼ばれる分野とそして微分積分学と呼ばれるような分野ですね。 微分析文の方は皆さんイメージがつきやすすいいと思いますこれに関しては高校数学で習うように何かね関数があってそれに対してまあね接線とかいうものを考えたりあるいは面積というものを考えたりするそれがまあ微積分ですよ、ね、大学以降の数学ではより詳しく厳密な形で極限を定義したり。 あるいは、えー、今までは1変数だったものをこう2変数ね3次元のの世界で積積分体をを計算ししたりなんていうことをします一方で線形代数というのはこれはベクトルの一般化ですね行列っていう言葉を聞いたことがあるかもしれませんがそのようなベクトルの世界の一般化をするのが線形代数と呼ばれる分野であります。でこの分野を習うのは数学科の生徒しかいないのかもしれませんが。 同じぐらいとても大事な分野に集合と位相と呼ばれるような分野科目がありますこれは数学の基本的な言葉になっている集合という概念やあるいは位相と呼ばれる概念について、えー、学びます位相の方はねあまり馴染みがないかもしれません位相というのはいわゆる連続の概念だったり回集合の概念ねそれを学ぶようなものになっていてこれもね どどの分野ににも必ず出てててくると言っっいいほど基,基礎的なな概念になっています大学以降で数学を勉強しようと思うとこの3つの分野は基盤になっていて絶対に欠かせないいたちでございますさてこれ以降数学を専門にしようと思うと数学というのはよく言われるのは大きく分けて3つの分野が広がっているというふうに言われるんですけれどもそれが大数学と呼ばれる分野と幾何学と 呼ばれる分野そして第三に解析学と呼ばれる分野ですねこの三つに大きく分かれます代数学っていうのは例えば x 二乗イコール一、方程式などの計算面を扱うような分野幾何学というのは図形的なことを扱う分野そして解析学は関数などを扱う分野 だというふうふにに、まあ、大雑把に捉えられますこの3つの分野に大きく分けるっていうのが標準的なんだけれども最先端までいくともうこの3つがねお互いに融合している分野もたくさんあるので、まあ、一概にはそうとは言えません。さてそれぞれについて順番に詳しく見ていきましょう。大数学の分野で数学科に入ってね勉強する概念で「群」「漢」「体」と呼ばれる3つの対象があります。 これらはどういったものかというと例えば整数全体とか実数全体とかってたきかけ割るの演算がありましたよねそれらを一般化したようなものたちが群や菅や体。群というのは一つの演算が入っていて例えば正四面体の回転だったり対称性が大事になってくるような概念。菅というのは足すとかけの2つの演算が入ったような ものそしてタイは多す引かけ割るの四則演算ができるような集合でタイの理論の中で一番有名なのはいわゆるガロア理論と呼ばれる理論でこれによってガロアという人は、えー、5次方程式以上の方程式には解の公式は存在しないことを証明したわけですね。この結果にも演算が入った 概念に花群とかいうものもあったりするんですけどこれは線形代数の一般化になっています大学以降の数学ではもうどんどん今まで習ったことを一般化していくわけですねさて話を気化学に移しまして気化学では数学科でねまず習うことっていうのは多様体と呼ばれる概念です多様体って何かっていうとこれまた説明難しいんですがいわゆる地図が張り合った空間 とというううに言うことがでできるでしょう例えば我々が住んでる地球っていうのは3次元の球で、まあ、その表面に住んでるわけだけれども例えば地図なんかをイメージしてほしいんですけれども今地球上に住んでることをですねその球のまま捉えようとするわけではなくってその地図でね2次元の平面にしてその地球のどこにいるかとかってよく理解しますよね。 日本に住んでればその日本の地図さらに細かいところにね東京都に住んでんだったらその東京都に限定した地図みたいな感じで我々はそういった地図でこの世界を理解していますそんな感じでたくさんの地図が張り合ったような図形空間を多様体というふうに言うんですねこの多様体っていうのが気化学の主な研究対象になっていますさて解析学の方ですけれども 微積分を習った後には例えばベクトル解析なんていううものを習うわけですね水が流れるところっていうのは二次元平面の中でこういうふうなね流れができるわけだけれどもこういった流れに対して微分積分をやったりするっていうのがベクトル解析と呼ばれる分野ですあるいは今まで実数の世界だけで考えていたものを複素の世界でできるんじゃないか複素数の世界での微分積分をやるのが 複素解析と呼ばれる分野でオイラーの有名な公式ですね e の iθ 乗イコール cosθ プラス isθ なんていうのも複素の理論の有名な結果でしょう。でそれから微分方程式の理論なんていうのもあります。微分が混ざった方程式例えば y'=y を満たすような関数 y ってエクスポネンシャル y=e の x 乗などが挙げられますけれども。 こういった微分が含まれた方程式を研究するのが微分方程式こういったものが物理などでたくさん出てくるっていうのはまあ、高校物理を習った人であれば知ってるかもしれませんここまでで紹介したぐらいがおおよそ2年生から3年生ぐらいで習うようなようになっています さらにその先に進んでみましょうさて再び大数学に戻りまして軍艦隊などの理論を勉強すると大数学は例えば大きな一つのテーマとして整数論という分野が挙げられますこれはおなじみの通り1・2・3などの整数に関して研究する分野ですそのような整数論の中でもたくさん分野は分かれていて例えば大数的整数論と呼ばれるものですね 代数的整数っていう整数のさらに一般化した概念を研究するようなものであったりあるいは解析的整数論なんていうふうに言って解析を使って整数論を研究しようという分野があったりします解析的整数論の有名な結果として素数定理がありますね整数の中で素数がどれぐらい含まれているのかっていうのを積分などを使って研究するのがこの解析的整数論です 他にもですね、補形形式と呼ばれる分野も整数論の中では大きな分野としてありますこれはなかなか説明が難しいんだけれども美しい調和的な対称性を持った関数に着目して整数論を研究したりする分野です代数学の別の花形としては代数規科と呼ばれる分野があります 名前からして台数と幾何が融合したような分野になっているんですけれども皆さん高校数学で図形と方程式という分野があったと思いますが方程式で描かれる図形代数多様体などと呼ばれる図形を研究したりするのが台数気化の分野です続いて幾何学に移りましょう。多様体の理論をやったりするとさらに位相気化と呼ばれる分野や微分幾何 と呼ばれる分野に発展します位相期化というのは先ほど集合と位相で出てきたように連続や回集合に着目して図形を分類しようというようなもので有名な話として球とドーナツこれは位相期化的には全く別なもの穴の数に着目したりそういった図形によって得られる量普遍量に着目して図形を分類するというのがこの位相期化の 分野ですオイラーの多面体定理というのを高校数学で習ったと思います辺の数と面の数と頂点の数を足したり引いたりすると常に2になるというような定理ですけれどもこれも普遍量の一つです微分期間というのはこの多様体の上で微分や積分を行う分野ですね。 特に空間がどれぐらい曲がっているかっていう曲率に着目して図形を分類しようとするのが微分幾何の分野で代表的なものにリーマン幾何と呼ばれるような分野があります話を解析学に移しまして解析学では続いてルベーグ積分と呼ばれるようなものを習います高校数学で習うような積分というのはリーマン積分 っていう風に呼ばれていて、それとはまた別な定義をするのがルベーグ積分なんですね。極限の操作が扱いやすくなるというような利点があります。それから関数解析学なんていう分野もあります。これは何かというと関数全体がなす空間を考えて、そこに対して解析を行うような分野です。それからフーリエ解析なんていうようなものもあるでしょう。 いわゆフーリエ変換を扱うようなもので、えー、工業的にも非常に応用されているような分野になっています。はいということでここら辺が大学の学部制で習うようなものたちなんだけれども、まあ、もちろんですねここまででも十分専門化してるのであまり人によってはあまりこれは習っていないようなものも出てきたりします。いよいよさらに最先端の数学っていう風で話で進めていきたいんですけれども例えば大数学。 先ほど「大数幾何と呼ばれる分野を紹介しましたが整数論の分野を大数幾何的な手法を用いて研究するような数論気化と呼ばれるような分野がありますこれはまさに僕の専門に近いようなものなんですが数論幾何の代表的な問題有名な問題としてフェルマ x の n 乗プラス y の n 乗イコール z の n 乗 n が3以上の自然数との時。 この方程式は自然数解を持たないまさにこういった方程式の問題をですね大数幾何的な図形的な問題として解こうということでこのフェルマーの最終定理解かれたわけですけれども実際にはですねこのフェルマーの最終定理というのは保形形式数論幾何などさまざまな理論を融合させて 解けた偉大な問題なわけですねあるいはまだ紹介していない代数学の分野に表現論と呼ばれる分野もありますこれはまた説明が難しいんですけど何かしらの対称性を持った対象や空間というのを線形性を利用して表現してあるっていうのが表現論の分野になりますまさに線形代数などの分野と大きく関わってきます 形形式や表現論の分野ではいわゆるリー群と呼ばれれるものがしばしばば応用されていますこの「リー群」というのは先ほど大数学で出てきた「群」でもあるんですけれども同時にこの多様体幾何学で出てきた多様体の性質も併せ持つような対象でございます。さあ話を幾何学に移していきましょう。 先ほど紹介したいわゆるトポロジーと呼ばれる位相幾何の分野と大数学が融合した分野として大数的位相幾何学と呼ばれる分野もあったりします大数的位相気化学で主に研究されている重要な対象として例えば結び目がありますねなかなか想像ができないと思うんですけれどもこの結び目が素数と関係があったりしてなかなか奥が深い最近 よく研究されている対象でございますその他にも例えば力学系と呼ばれる分野がありますこれは解析学ともつながってくるんですけれども時間変化によってどのように図形が変わるかなどを幾何学的にあるいは解析学的に研究するのがこの力学系と呼ばれる分野です代数解析と呼ばれる分野や数理物理学と呼ばれるような分野があったりします これらは先ほど紹介した表現論と密接な関わりがあるんだけれども例えば解析的な手法で台数を研究したりあるいは物理現象から由来する数学的な対象を研究したりするのがこれらの分野になっています。さて解析学の方ではさらに専門家が進むと例えば微分方程式の中でも変微分方程式の理論を研究するつまり 一つの文字ではなくて二つの変数からなるような微分方程式が偏微分方程式ですねそれから皆さんおなじみの確率などというものを研究する分野もありますルベーグ積分特に速度と呼ばれる面積の新しい概念を導入することによってこの確率論というのも高校の頃とは大きく姿を変えて研究されています関数解析などを用いていわゆる作用素環と呼ばれる分野もあります とという言葉はさっきき数学のところで出てきましたけれども作用素がなす特別な感を研究するのがこの「作用素感」と呼ばれる分野です。はいということで数学を大きく大数学幾何学解析学と3つに分けてですねそれらに関して大学1年生の頃で習うようなものから最先端まで説明してみましたがまだ左下が空いてますね。そうです 数学の分野って大きくこの三つに分かれますけれどもそれに当てはまらないような分野もまだまだたくさんありますそれらについて最後に紹介していこうというふうに思いますまずはこれらの基盤となっているような数学基礎論っていうふうな分野がありますこれはいわゆる論理についてさらに研究したりあるいは証明の構造について勉強したりする証明論 ここで習うような集合論をさらに公理化した集合論を扱うというのがこの基礎論ですね集合論の有名な問題にラッセルのパラドックスというものがありますがこれによって数学が大きく進歩することになりましたさらに最近大数学、機関、解析学などを勉強していく上でとても大事になってくるのが堅論と呼ばれる分野です何かしらの対象や空間そしてそれらを結ぶような 写像関数の関係を研究するというのがよくあるスタイルですけれどもそれらの対象と写像の関係をさらに一般化させて抽象的な性質を取り出してきたのがこの検論と呼ばれる分野で集合論と同じように今では数学の基礎的な言葉として用いられています。基礎論の他にも 応用数学と呼ばれるようなより他の数学の外の分野と関係が深いようなものたちもあります。例えば計算機器科学。最近は情報が発達していますけれども計算に関する理論を扱うのがこの計算機科学。代表的な問題として pnp 問題というものがありますその他にも例えば解析学と関連が深いのはいわゆる 数値解析と呼ばれるような分野ですね例えば流体力学なんていう現象を数学的に研究がしやすいように特徴だけを引っ張り出してきて時には数値解析によって数値的に計算によって解析したりあるいは変微分方程式などの微分方程式の理論を使って研究をしたりそれが数理モデルとその解析の分野ですね。 他にも理算的な問題を扱うのがグラフ理論一筆書きあるいは地図が与えられた時に4色で塗り分けられるかっていう4色問題などがあるのがこのグラフ理論ですそれから統計の分野もありますね情報的なものを幾何学で扱おうという情報幾何という分野も最近発展していますあるいは保険数学や数理ファイナンス 我々が日常でお世話になっている保険あるいは経済なんていうのも数学と密接な関係があって数学を用いて研究されたりしています。はいということで以上のような感じで数学の世界地図宇宙を紹介させていたただきましたもちろん本当は数学の世界宇宙というのはまだまだ広大なんですけれどもそれを無理やりこの1枚に落とし込んだということでね、えー、僕自身もまだ知らない世界はたくさんあります。 本当に様々なものが研究されているのがこの数学だということが分かったと思います皆さんもぜひ自分が興味を持った数学を楽しく勉強できればいいなというふうに思います何か誤りがあったり他にもこんな分野があるよなんていうことはぜひともコメントしてください今日の動画は以上ですこの動画が良ければ高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ